ミシェル・ビノックは、フランスの歴史学者、パリ政治学院名誉教授。近現代フランス政治史、政治思想史を専門とし、メディシス賞随筆部門受賞の、知識人の時代、教賞受賞の、クレマンソー、コンクール元気賞受賞の、スタール夫人など多くの著書を発表した。また、エスプリ氏の編集、水友出版社の歴史書の編集に携わった後、歴史雑誌、 リストワールを創刊して、新しい動向や研究を紹介し、歴史学の発展、大衆化に寄与した。ミシェル・ビノックは1937年3月19日、パリに生まれた。父ガストンは、ベルギーと国境を接するノール県で、野菜栽培を営む家庭に生まれた。金辺を重んじるカトリックの家庭あった。母ジャンルは、同じ北部のオワーズ県の労働者階級の、 出身であった。ミシェルは6人兄弟姉妹の抜子で、長男とは14歳、他の5人ともかなり年が離れていた。ビノック一家は間もなくパリ郊外のアルクイユに越した。労働者地区で共産党支持者が多い赤い環状地帯に属するコミューンであり、父ガストンはここでバスの車掌し、母ジャンヌは商店を営んでいた。浴室がなかったので、 台所で体を洗い、トイレも建物の共用であった。8歳の時に兄マルセルと父ガストンを相次いで結核で失った。こうした背景や上述の家庭環境については、2003年に兄マルセルが亡くなるまでつけていた日記をもとに、自伝、ジャンヌと家族を執筆し、初めて明らかにした。ミシェルはマルセルの本棚にある本を兄を思い出すために次々と読み、 文学に関心を抱くようになった。兄弟は、みな高等学校に進まずに就職したが、ミシェルが就学する頃には年の離れた、兄弟姉妹が働いていたために、彼らの経済的支援によって、高等教育を受けることができた。学業を続けるよう励ましたのは、時系のピエールであった。パリ郊外ー土製ヌ喧噪のリセラカナルを卒業して、バカロレアを取得。働きながら、 グランゼコール文学準備級の通信講座を受講し、ソルボンヌ大学文学部に進んだ。在籍中に政治に対する関心から文学と合わせて歴史学も専攻し、1961年に文学博士号と同時に歴史学の教員一級資格及び博士号を取得した。歴史、地理の教員になり、モンペリエの男子高等学校、ベルサイユのリセオシシュ、 ボコウリセラカナルで通算7年間を教えた後、1968年にバンセンヌ大学の助手に任命された。バンセンヌ大学は、同年に起こった、権威主義的な規制秩序に抗議する、学生運動に橋を発する5月革命の精神を受け継ぐ、新しい高等教育機関、学生だけでなく、労働者、外国人など、すべての人に開かれた大学として創立された。 大学であり、従って、左派、共産主義者の大学でもあった。ビノックは、こうしたバンセンヌ大学の創設を、フランス左翼行動主義の荒領事と呼ぶ。実際、創立時には、エレーヌ・シクスー、フランソワ・シャトレ、ジルドルーズ、ジャン・フランソワ・リオタール、ミシェル・フーコー、アラン・マディウ、ルネ・シェレール、ミシェル・セール、 ダニエル・ベンサイドラの主に哲学者によって伝統的なパリ大学にはない新しい学問分野が設置された。ビノックはこのご助教授に承認し、1980年にバンセンヌ大学が郊外のサンドニに移転してパリ第8大学と解消される直前の1979年にパリ政治学院に助教授として赴任することになるが、 万ン,ンヌ実験大学センターとも呼ばれた、この大学は、年齢も国籍も考え方も違う人々が混在し、新しいものを作り上げようとする意欲を共有する場であり、思想を育み、先入観や偏見を揺るがすような何かが、起こっているという感覚があったと回想している。パリ政治学院では1990年に教授に、承認し、2001年に名誉教授の称号を授与された。 この間、国外の大学でも、教鞭を取った。マギル大学、ミドルベリー大学、ニューヨーク大学、フィレンツェ大学のシーアルフェイリ研究所、モスクワフランスタンキ大学及び、サンクトペテルブルクフランスタンキ大学、ボローニャ大学政治学部、バーゼル大学などである。エスプリシ、水友出版社一方、教育研究活動だけでなく、雑誌や、 総者の編集にもすでに1950年代の終わり頃から関わり、パリロック、ジャコブ通り27番地の同じ建物に入っていたエスプリシの編集部と水油出版社の編集部に出入りするようになった。エスプリシは1932年に哲学者エマニュエル・ムーニーが創刊した雑誌であり、国際的な雑誌という副題の通り、国外の知識人との連携により、 欧州の精神や西欧の価値を他国との関連において論じる場であった。一方、水遊者は、ロランバルトの初期の著作物、モーリスなどの画期的な著書、シュルレアリスムの歴史など、特に戦後のフランス思想の紹介において重要な役割を果たした。編集部では絶えず、政治問題について議論が交わされ、文学を擁護しようとする出版社の編集委員だったが、 政治の話ばかりしていたという。ビノックは1971年に水遊者のポア・ン・ウィストワールを創刊し、編集長に就任した。リストワール・シパリ政治学院の助教授に就任する前年の1978年に、スーフィズム専門の哲学者、ミシェル・ショドキー・ウィッチと共に歴史雑誌、リストワール氏を創刊した。1970年代、80年代は、 歴史研究において大きな変化が生じた時期であった。1979年に国立科学研究所の研究ユニットとして設立された現代史研究所は現代史という概念の普及に重要な役割を担いアナール学派の第3世代、第4世代、5月革命の舞台となったパリナンテール大学の政治学部をはじめとする様々な学派の間で歴史観、 歴史研究のあり方に関する活発な議論が交わされていた。こうした背景において、リストワール氏は特定の学派に変することなく、多元主義の観点から新しい動向や研究を次々と紹介し、フランス農村部の歴史、私生活の歴史などの特集を組むなどして、歴史学の発展に大きく寄与することになった。編集委員会の委員は、 戦士、古代史部門のカトリーヌ・ペルレス、中世史部門のロベール・ドロール、近代史部門のフィリップ・ジュタール、現代史部門のジャン・ロイル・ジャン・ヌネとジャン・ピエール・リュウ、および作家でもあるジャン・ラクチュールとオリビエ・ロランであった。各号に、主な寄稿者のジョルジュ・デュビー、ルネ・レモン、フィリップ・アリエス、フィリップ・ジュタールらによる10から12ページの記事が6編、短めの記事が約15編掲載された。 リストワール氏はまた歴史学の大衆化にも寄与した。これ以前にもジャーナリストや作家が一般向けの興味深い記事を寄稿する歴史雑誌は存在したが歴史学者が一般向けの記事を書くことはほとんどなかったからである。さらにビノックはこのような普及活動の一環としてジャン・ピエール・アゼマ、ジャン・ノエル・ジャンヌネー、セルジュ・ベル・スタン、ピエール・ミルザ、 アランジェラール・スラ・マラ・パリ政治学院の同僚と共に、公開講座、テレビの歴史番組への出演、新聞の歴史コラムへの寄稿、毎年ポルト・ドベル・サイユで行われる大規模な書籍見本誌、サロン・デュリーブルへの参加など、学外の活動にも積極的に取り組んだ。ペサック国際歴史映画祭歴史学の普及における、もう一つの貢献は、毎年、 ジロンド県のペサックで開催されるペサック国際歴史映画祭の創設に参加したことである。現在も同映画祭の運営委員会の委員を務めリスト R 氏や地元市の担当コラムで紹介している。こうした活動から大衆的な知識人とも呼ばれるビノックは実際知識人の時代をはじめとして知識人のあり方を問い続けている。 彼によると、知識人という言葉は、ドレフィウス事件においてクレマンソーが、作家、大学人、芸術家を指して使ったのが最初であり、右派の作家モーリス・バレスがこれに反対したこと、及び1934年に曲が先導した1934年2月6日の危機を受けて、反ファシズム知識人監視委員会が結成されたこと、さらには、 微信政権下で右派の作家が体独協力に転じたことから知識人は左派というイメージが定着した。ビノックはまた著作活動よりむしろテレビの討論番組や時事問題に関する番組に出演する専門家として知られる新しいタイプの知識人が登場したと指摘する。知識人は本来学問に関わる人間であって政治や道徳に関わる人間ではないため ビノックはこの新しい知識人を専業の知識人と呼び、典型的な専業の知識人としてベルナール・アンリレビを挙げている。だが、彼自身としては専業の知識人ではなく、ミシェル・フーコーが定義した特殊領域の知識人、すなわち実際に研究、教育の職務を遂行しながら、しかもその専門領域で批判的な仕事を行う知識人でありたいという。 2015年10月に、日二会館、日二会館フランス事務所の招平により来日し、早稲田大学、京都大学で講演を行った。ありがとうございます。